オートモードに入るわ。終わってなんかいない。終わらせてたまるか。待て、こうなった以上1秒とて千金に等しい。無差別に市内を探し歩く気か。あいつの決意は本物だ。敬意すら伴って断言できる。だからこそ無駄な行動を一つでも踏めば二度とこちらは追いつけん。これは死にたがりのバカ者のもとへ、そのバカ者以外見えなくなっている大バカ者を導く魔法の品だ。弾頭内に極小の発信機、エリザベータの体内にはその弾丸が入っている。その上バカバカしいほど強力なマンドレイクジャマーが発生している。さあ戦場はここだと敵側が宣戦布告しているも同然というわけだ。臨海電波塔か。どうやら状況が動いたようだな。よっしゃー、一丁やったろうじゃない。あのバカ女、勝手に先走って突っ込んだの。たく、誰かとそっくりだわ。俺のことか。他に誰がいるの。マレーネ、どうした。私の到底理解できん。そこまでむしろで無謀な行動ができるのだ。貴様たち、科学的な理性というものはどこへ。まったく、いや甘いのは私もか。なるほど、確かに。たまには青臭い夢を後押ししてやるのも悪くない、ね、そうでしょう。さあ、待ってろよリーザ。することすら許さない。だがしかし、鳥がその宿命を厭うだろうか。無限の地獄と嘆くだろうか。その答えは否と言えよ。なぜならば、それが生物としての状態であるのだ。我ら人類もまた同じ。たゆまぬ飛翔によってのみ滅びに抗う存在である。ならば惜しく羽ばたけ人の子らよ。
見せてくれ、見せてくれ、さあ見せてくれ、その信号を。私を虜にするほど内界の彼方から可能性を解き放て。選ばれし超越の人気たちよ、この集落の黎明に鋼の羽ばたきを大しく響かせるがいい。絡み合う歯車をきしませ、己の限界を突破するのだ。人の未来を切り開くために。行け、魂を持たぬ落とし物、運命を加速させようではないか。オーダー入力、上位者権限受諾、実行。わかりやすすぎんのよ、秋月は。うじうじしちゃって。どれだけあんた、あの偉そうなロケット胸女が心配なのよ。いっそ同士討ちにでもなってれば、向こうの戦力削れてメッケモンってものじゃない。ちょっとはプラス思考で行きなさいよ。ちょっと、青戸さん、そんな言い方ってないじゃない。リョーガの気持ちも考えてあげなよ。やれやれ、これだから半人前は。まだ部活気分が消えないのかしら。これは殺し合いだっていうのを分かってる。いい加減学校の仲良しごっこを持ち込むのは勘弁してよね。だいたい少しばかり見た目がいいからって敵の女に惚れるとか、秋月の方がありえないんだから。それはまあそうなんだけど、でもさ、好きになっちゃったらしょうがないんじゃない。青戸さんはそういうのどう思う。どうって、そんなの別に考えたこともないわよ。正直なところ、私もそれを期待していないと言えば嘘になる。マレーネまで。だが現実的に見てその確率は低いだろう。ならば味方戦力を無意に損失する前に増援を投入するのは兵法上当然のことだ。急ぐぞ。マレーネたんも言葉は冷たいけど優しいとこあるよね。すり寄るな、つくな。あと頭を撫でるのもよせ。猫なのか私は。というか貴様、だんだんカレンに似てきたな。心配することはないさ。まだ彼女の体内にある発信機は健在のようだし。ああ見えて彼女はなかなかしぶとい。おっと失礼、恐るべき戦闘の才覚を持っている。僕らが駆けつけるまでの間ぐらいは誰が相手だろうと持ちこたえているさ。ああ、だといいなと思ってるよ。
これは。出るぞみんな、迎撃だ。ジェネレート。3対3だ。手早く片付けるとするか。というわけで、ヨーガはあそこへ急いで。ああ、そういうこと。くったらな青春ごっこ。こんな足止めに引っかかってる場合じゃないだろ。それに、あのアレクサンドル、手の内を知る彼女と一緒に戦えば倒せる確率も相応に高くなるはずだ。急げ、リョーガ君。彼女がまだ健在のうちに、僕たちも必ず後を追う。すまない、レイさん。みんな。言っておくけど、これ橋だからね。ほらほら、行った行った。俺は行かせてもらう。抜けがけかよ。協調性ってもう大事にしろよな。どっけだ、リョーガ君。
リョウ。初めて自分のために戦うのね。これが人を確認する。イシトバ。陽動は成功した。ロビンフットは現在この場所へ向けて移動中。ランマルが陽撃体制に入っている。お前自身も直ちに合流せよ。ジェネレート。報告します、少佐。ロビンフッドの行動は陽動の成果ではありません。そしてエリザベータ・イシュトバーンは今宵この時をもってホロロギウムを離脱、ロビンフッドへと身を投じました。何を言っている。では、より簡潔に言い直しましょう。私は少佐、あなたを倒します。この夜明けに我が全力をもって。教師だ。いいよ。ならば、造反の理由を述べよ。私の指揮方針への不満か。いいえ。挑む理由はあなたこそ飛行最強のイマジネーターであるからです。幼き身の仰ぎ見た圧倒的な力の象徴。あの鋼鉄の戦車すら死神もかけない超科学の最強兵器。その頂点に立つ理想。私にとってはあなたこそが我が人生を支配してきた力というものの根源にして頂点だった。だからこそ拒めた。だからこそ恐れた。そして
だからこそ今立ち向かう。その力を乗り越えたその先に、人間としての自分を取り戻すために。なるほど、理解した。脆弱なる精神のもたらす自戒作用、科学の頂点たる超人機としての自我の破綻、その程度極めて重篤、もはや修復は不可能。歯車の使徒へ立ち返るにはあまりに歪に欠けすぎ、よって覇気が妥当と判断する。石戸番、もはやお前に永久機関を胸に宿す資格はない。超越の人気たる証をえぐり出し、望み通りただ人として墓に入るがよ。私の行き着くべき先はあなたのその在り方だったのでしょう。故に目指した彼方に至れなかった脆弱な落語者という評価を否定はしませんけれど、後悔もしてはおりません。その強さをまとっていたのは彼の声がこの胸に届かなかった。この愛を得ることもできなかった。言い訳などできませんね。エリザベータ・イシュトバーンは見事に壊れてしまいました。鉄の仮面が見当たらない。心に鉄をまとえるけれど、その代わりに得られたものがありますか。錆の浮いた化粧箱とはここでお別れしたいのです。その一生なるエゴ、我が無病の歯車が粉砕してくれよ。サンダーボルト・スティンガては無病なる時計の針を進めるために。
まだまだ！全ては無謬なる時計の針を進めるため。幻を撃つことは誰にもかなわない。違う。これで武器も破壊された。お前を戦士となさしめる証の牙さえ失われたと言えるだろう。お前にできることは何もない。陶酔から覚め鏡を見るがいい。
この無様が飛行に離反してでも成し遂げたかったお前の決意だというのか、あがき抜いた果てに手にした真理の形だとでも言うのか。取るに足らぬ。人間にも一つだけできることがあるのをご存知ですか。それは待つことです。けれど確実にあなたの意識が止まる刹那が私が待っていたのはただそれだけです。あなたの見切り、おそらく予知能力に近い何か、完全無欠ではなくその意識と連動している。それがヨバに好機であれば何でもよかった。あなたを倒し彼の元へ帰るという願いのため、絶望の中で私は待ち続けた。あなたを破った一撃はあなたが取るに足らぬと断じた。そんな願いこそが呼んだもの。なるほど、よく考えた。見事な一撃だった、イシトバ。あの劣勢から人たちを浴びせたこと、純粋に強化を与えよう。そしてまずは詫びさせてもらおう。私はお前の性能を過小評価していたらしい。一瞬の感激をついた奇襲、相手が私でなくば有効だったかもしれん。着眼点は優秀だが、惜しむらくは一点の誤尾。お前はわずかながらだが確実に届かなかった。一瞬の隙さえも私から奪えていない。
立ってくれ、リーさん。俺は君を決して諦めなかった。今度は君の番だ。俺を諦めな